令和元年12月9日、熊本地震で倒壊した神社の楼門などの復興が進められている阿蘇市一宮町の阿蘇神社に、今年もしめ縄が奉納されました。阿蘇神社にしめ縄を奉納したのは、一宮町大しめ縄伝承会の古澤義則会長らで、しめ縄を軽トラックに積んで神社を訪れ、仮拝殿でお祓いが行われました。そして昨年飾り付けた古いしめ縄を取り外し、長さ 3.5メートル、重さ40キロの真新しいしめ縄を仮拝殿入り口や参拝所などに飾り付けました。熊本地震発生前までは阿蘇神社の拝殿や楼門などに大しめ縄を飾り付けていましたが、地震で拝殿、楼門などが倒壊したために、地震後は一回り小さいしめ縄の奉納となっています。この日奉納したしめ縄は、一宮町大しめ縄伝承会の会員らが4月から準備をして作ったということで、仮拝殿をはじめ、楼門前の参拝所や車のお祓い所など11箇所に飾られ、最後に神職がしでを取り付けました。参拝に訪れていた観光客たちも阿蘇神社の正月準備を見物していました。しめ縄を奉納した古澤会長は、一日も早く阿蘇神社の復興が終わるように丹精込めて作りましたと話していました。